決勝戦1教えてください。まあ、朝倉さんと2人でまあ、ワンツーできるよう精一杯頑張ります。どんなレース展開考えていらっしゃいますか？自分のタイミングが来たら、いつでも行ける準備をしています。近畿が3人自力型がいたんですけど、別れるみたいなので、まあ細切れになったのでまあ、自分的にはやりやすいと思います。2日間振り返ってみていかがでしょうか？えー、まあちょっと厳しい展開だったんですけど、まあ決勝のレターンで良かったです。 と中井くんの後ろで頑張ります。今まで連携はないですね。はい。もうスキー走ってもらって、あとまあいい連携できたらいいなと思ってます。2>, 2日間振り返ってください。そうですね。あの自転車の感じはいいと思います。今日同様はあの藤井君の後ろで頑張ります。藤井君いつも積極的に行ってくれてるんで、まあ,あのいつも通りのあのレースで頑張ってもらいます。 初日はしさくんに、えー、と今日は桐山君がもう一生懸命頑張ってくれた結果、まあ、僕にチャンス巡ってきたかなっていう2日間でした。まあ、決勝戦はあの短期を選んだので、あのできる限り前の方で勝負していきたいと思います。自力型が多いなっていうメンバーで、まあ、どこにいてもチャンスあるのかなっていう感じはしましまた 2>, 2日ともまくっての勝利になってますね。 そうですね。まあ選考で勝ちたかったんですけど、はい、調子自体はまあえっと全場所に比べていい状態だと思います。自力でえっと近畿とは別で今回はしっかり頑張らせてもらいます。細切れなんでし難しいんですけど、はい自分の持ち足出せるように頑張ります。二日間走ってみて調子はいかがでしょうか。えー、一着二着と取れてるんでいいと思います。 ゴイさんの前で自力で頑張りたいと思います。同県の先輩を連れてどんな走りしたいですか？2人で勝,勝てるように頑張りたいと思います。みんな強くて自分が一番弱いんで、えー、頭を使って走りたいと思います。2>, 2日間調子いかがでしょうか？はいあの落車の後あのペップの前はちょっとウェイトトレーニングできなかったんですけど今回しっかりできたのであの感じは前回より全然いいと思います。 連日頑張ってくれている長島君の後ろでしっかりはい仕事してはい頑張りたいと思います。金地勢も強いし、あの追い込み和田君も川崎さんもみんな強いので、あの隙を作らないようにしたいですね。でまだ地元であの優勝がないので、あの地元で優勝できるように頑張りたいです。今回あの怪我系からの復帰戦ですけど、うーんまあ思ったより走れているのかちょっと。 どうかという感じですけど、まなんとか決勝のりて良かったです。同県の後輩に松岡君がいるので、えー、松岡君の後ろで頑張りたいと思います。松岡選手にはどんなレースを期待しますか？そうですね。あの純潔と同じあの思い切った競争を、えー、してほしいなと思います。自分はね。しっかりついていって。まあどこまで差し込めるかわからないですけど。まあ300勝がかかっているので。 300勝目指して精一杯頑張りたいと思います。2>, 2日間非常に積極的な走りしてますね。そうですね、積極的には生けていると思います。ですね、近畿は3人いるんですけど、中井君とは別で、あの稲久さんとあの2人になりました。やはり自力で勝負したいということでしょうか。そうですね、はい、中井君も僕も自力で勝負したいということなので別になりました。い皆さん、あの強い自力選手ばっかりなので、あのチャレンジャーの気持ちで頑張ります。